おはようございます。マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。これからモーニングルーティン瞑想、潜在意識を動かし、あなたの一日に奇跡を起こす瞑想を行っていきます。この瞑想は朝という潜在意識が働きやすい時間にあなたの願いを埋め込み、良いことが次々と起こっていく誘導瞑想です。ぜひ最後まで取り組んでください。このチャンネルでは毎週3回以上の誘導瞑想、マインドフルネス瞑想のコツや瞑想音楽を配信しています。ぜひチャンネルフォローをお願いします。さて、朝瞑想を行うということは一日を気持ちよく始めるのにとっても最適ですが、それ以上に奇跡を起こしていく効果もあります。奇跡とは、あなたが何も予期しないところからあなたに良いことが起きてくる状態です。想像してみてください。一日の始まりに、今日も嫌な一日が始まったなという暗い気持ちでいることと、朝自分の一日の方向性や願いを定めて感謝で始めるのでは、人生は大きく変わってきます。それを分けるのは簡単です。このメディテラスのたくさんの誘導瞑想の中から、モーニングルーティン瞑想などのお気に入りの瞑想を見つけて再生ボタンを押すだけ。あとは自然にガイドされていきます。あなたが意識して聞いていなくても、耳に入っていれば潜在意識に入っていきます。その潜在意識があなたを動かし、知らず知らずの間にあなたの行動や判断、人に与える影響まで決めています。ですので、この誘導瞑想によって潜在意識にあなたの願いを書き込み、一日をオートメーションのようにスムーズに運び、ストレスない一日を過ごしていきましょう。それでは瞑想の準備に入ります。朝の空気をいっぱい吸って吐き出してください。深呼吸をしていきましょう。体の全身の酸素を入れ替えていきます。朝深呼吸をしていくことで体が目覚めていきます。それでは瞑想に入っていきます。ゆったりとしながら、誘導の言葉に耳を傾けてください。そしてぼんやりとイメージしながら考えてみてください。まず、あなたが今日やらなければいけない課題を抱えていたり、日頃悩んでいることがあれば、それが今日無事に解決していくことを願いましょう。
あなたは今日何をやるべきでしょうか。何ができたら今日は勝ったと言えるでしょうか。それを明確にしてみましょう。それでは、その願いが実現して、帰宅している姿をありありとイメージしてください。あらゆるストレスや重圧がなくなって、今日も仕事が進んだ、今日も評価された、今日一日、午前も午後も気分よく過ごすことができた、そうした自分の姿をイメージしてください。最後に、その自分の姿が現実化することを潜在意識に委ねましょう。ありありとイメージを埋め込んだなら、あとは手放して気分よく一日を始めましょう。あなたの潜在意識を信頼しましょう。潜在意識とは本当のあなたです。あなたが本当に考えていることの塊です。その塊が本当にその願いを
受け取ったら、解決できないことなどありません。その深い潜在意識に願いを託して、あなたは今日も一日を感謝や愛の波動で始めていきましょう。このまま気持ちの良い心で一日を過ごしていくイメージを描いてください。以上で誘導を終わります。それでは、いってらっしゃい。